では柏木登山口午前1時3分スタートします。はい、スタートして1時間ちょっと経ちました。標高がもう1586まで来てます。今ね、450m ぐらいアップしました。師匠、今日もよろしくお願いします。お願いします。いやー、あとね、あと1500ぐらい登るんですよ。何時に着くんやろな。まだね、風もないし、あったかいのでとっても快適です。では頑張って歩きます。はい、ぼちぼち雪が出てきましたよ。ここで標高がね、1830超えたとこぐらいです。ずっとね、林道みたいなん来てます。今で5キロ弱、標高ね、700m アップしてきました。でもあと1200ぐらい頑張らないと。あー、師匠、星空も綺麗だし、ちょっと街の明かりも見えてましたね。オリオン座も綺麗に出てます。ここは真っ暗ね。今でね、標高が2197、スタートして間もなく4時間です。10キロ弱来てますね。そんなところで今チェーンスパイクを装着しました。なかなか急坂が続いております。はい、風が強いです。はい、南アルプス潮見岳方面からずっとぐるっとね、見渡していきますと、こっち中央アルプス綺麗にね、明るくなってきました。そして槍が真っ赤に燃えております。すごく綺麗にね、北アルプスの方見えております。こんな感じです。パッと展望のいいとこまで出てきました。すごい急なとこ上がってきたんですけど、9時5分でこの明るさが。はい、足進んだ。じゃあ頑張ってついていきます。はい、どんどん登っておりますが、この左手空が真っ赤です。あー、早くあっち行きたいんだけどね。あー、どうにもこうにも私が遅すぎる。はい、すごいモコモコのとこ歩いてきました。向こうには北アルプス、赤く焼けてます。あのね、すごい雪が深いです。あー、まあ朝の7時半回ったとこです。標高は2650超えてきてます。雪がだんだん深くなって、しかも急登でなかなか前へ進みません。でもね、ここだけ風ないの。はい、おまりさんがね、頑張ってズブ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 登っております。どうですか、調子は。ダメみたいですね。 2700m 手前なんですが、まあ、トレースはないんですけれども、まあ、雪は少ないんでガシガシ行きたいと思います。こんな感じでね、おまりさんはいないですね。どういった、うまったか。おまりさん、どうですか。俺のがしんどいわ。はい、師匠すごい案内して上がっていくんやな。はい、ようやく森林限界です。風は強いですね。今日天気はいいです。頑張っていきたいと思います。風はね、相変わらず天井畑ですね。師匠、これ登り切ったらもうすぐかな。とんでもない風が入ってますね。すごい声。
まで来ましたよ。あと本当何百メーターかなんですけれど、すごい景色のところに立っています。すごいすごい。ここだけ風ないね。またあとちょっとですよ。あそこ風すごい吹いてるみたいだけど、ここは快適です。はい、頑張っていきましょう。ちょっと先頭行ってください。はい、はい、ズボズボ行ってください。まっすぐ、まっすぐまっすぐ。はい、マリさん頑張ってます。背後にはカイコマヶ岳、洗浄小屋、カールですね。綺麗に見えてますが、こっちのこの観察会やばい。そして奥の富士山、ちょっと後ろに少し近いですね。はい、そしてこれドーンと来ただけですね。今下山中です。どうですか？はい、すごいすごい景色でした。本当に素晴らしかったです。はい、師匠また山下、おお、下りは早いよ。本当にありがとうございます。素晴らしかった。でマリさんがね、僕の真似をしてね、頑張ってます。まだまだ変なチョコっすね。だいぶ前に強化点から浮かんできました。マリさんはね、下り専門チャンネル。しかしね、風は強いんですが、いいお天気です。頑張ってます。はい、この稜線終わって降りてきました。ねえ、この斜めに刺さっているこの標識。雪がね、ほんとここふかふか。登りはね、すごく慎重に登りました。だって進まへんねやもん。最新地師匠いない。あれ、あ、いたいた。あの向こうに師匠が降りて行ってます。こっから地蔵ね、駐車場まで6時間ってなってますけれど、何分で着くかな。今の時間はね、10時44分でした。はい、じゃあこっからどんだけ短く帰れるか頑張ります。はい、師匠、正面が地蔵岳、この奥が中央アルプス、この向こう側に帰っていくんですね。そう、だいぶ降りてきたけど、まだあと10キロぐらい降りていくみたいですよ。みんな大嫌い、地蔵大嫌い。わざわざこんなとこね登るやつ、もしや三大急登の人って。そんなことないな、三大めんどくさい道やから。三大めんどくさい道は整備されてるから行きやすいだそうです。皆さん、この尾根登って仙丈ヶ岳ぜひ
行ってみてくださいね。こっからね、潮見岳もバッチリ見えてます。松峰小屋の分岐まで帰ってきました。ここで標高が2050ぐらいなので、こっからちょっと登るよね。ほんで降りて、また登って、ほんで降りて降りて降りて、はい、帰ってきました。この美味しいお水飲んでゴールです。今の時間はちょうど2時30分です。距離にして 27.83、 13時間26秒動いてました。止めます。はい、止めた。おまりんこチャンネルご覧いただきましてありがとうございました。南アルプスの女王、千畳ヶ岳、なんと地蔵ね、ロングコースでね行ってきました。たっぷり歩いて、たっぷり疲労感あるんですけれども、素晴らしい景色に富士山も見えたしね、とってもいい一日になりました。ありがとうございました。おまりんこチャンネル32でお会いしましょう。さようなら。では、はい、師匠どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では総括です。今日は南アルプスの千畳ヶ岳、地蔵尾、ね、からね、普通だいたい千畳ヶ岳って言ったら、どこからですか？北沢峠、うん、北沢峠からだいたいピストンで行くのが一番、まあ、メジャールートですよね。さっき知ったんですけど、北沢峠の標高がなんと 2000m あるということで、今日の柏木のところは 1100 なんで、すごいしんどい。とにかく今日行った地蔵尾根っていうのは結構マイナールートで、まあ、あんま人気ないんかもしれないんですけど、やっぱ大変なんですよね。で、ほとんどが8割ぐらいが樹林帯なんで、面白い部分はちょっと薄れるんで。でも今日はね、なんとスタートからゴールまで誰にも会えへんかった。そう、独占でした、あの景色で。今日はもうちょっとね、積雪あるかなと思ったんですけど、ちょっとだいぶ溶けちゃってて、で今日はね、スノーシュー、ピッケル、12本アイゼン、チェーンスパイク、雪靴、雪靴もええのちょっと新調しまして、なのに使ったのはチェーンスパイクだけだ。そんな感じで、まあアイゼンも使う必要もないぐらいのレベルの雪の量になっちゃってたんで、まあ、見た感じもちょっとなんかね、春山っぽい千畳ヶ岳今日なってましたね、はい、でもまたいつドカンと降るか分かんないから、じゃあ行けるんかって言って軽装では行ったらあかんとこですね、そこはね。そう、それで今日はね、午前中は天気が良くて、昼からどうしても強風というかね、明日から天気崩れるんで、ちょっと上空の寒気も入ってくるんで風が強くなるっていう予報だったんで、まあ、すごかったですよね、風がね、稜線見たら。あれ風速15m ぐらい、15-16m ぐらいあったんじゃないですかね。ねえ、でもね、飛ばされませんでした、オーラインでまあ今日はまあね、ロングコースで結構疲れましたけど、まあまあお天気も良かったから、良かったんじゃないですか。登りが遅すぎるってまあ言われて、時間押してるよって言われて、帰りはめっちゃ走りました。まあヨボヨボでしたけど、登りがねひどい。僕せっかく道作ってきたのにもうなかなか来ないんですよね。師匠がピュッピュッピュッと新しく何トレースつけてくれてるところを、私が同じ足置いたらズボってね、膝下まで埋もれるってどういうことですかそれ。今日はでも2000m ぐらいまでは雪がなかったんでね、で 2600m ぐらいからチェーンスパイク使おうかなっていう感じだったんで、本当にやっぱ雪少ない、アイゼンいつ出すのって言ったら結局使わずじまいやったんで、ね、もう必要なかったぐらいのルート上限なんでね、はい、です、はい、でもね、雪のシーズンはまだまだこれからなので、またなんかいいとこ行ったらまた YouTube アップしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ美味しいご飯を食べに行こう。まだ山に登ってへんけど、ご褒美みたいなご飯です。どうかどうか。